今回も寸又峡を満喫できる成功うどくの施設をご紹介します。まずは完全予約制の貸切プライベートサウナ、サウナ寸又峡トリップトレインです。前回に引き続き成功うどくの馬場さんにお話を伺います。こちらのサウナですけども、はい、改めてどういった施設なんですか？そうですね、寸又峡の大自然を感じながら、完全にプライベートな空間で本格的なサウナを楽しめるという施設です。もうこの真横に川が流れていて、この自然の音もいいですね。せせらぎの音が聞こえますよね、はい、こちら看板に温泉も書いてありますが、はい、温泉もあるんですか？ここは実はもともと天然温泉の露天風呂がある場所に後からサウナを作ったんですね、はい、なので実は、サウナを楽しんでいただいた後に天然温泉、寸又峡の美女作りの湯と言われているんですけど、はい、そちらも合わせて楽しんでいただける、そういう施設になっています。大自然の中でプライベートサウナと天然温泉が楽しめるサウナ寸又峡。サウナはメッツァとマーという2つのタイプがあります。メッツァは完全貸切制で2名から利用可能、自分たちで薪をくべて火加減を調整できる本格サウナです。基本料金にはロウリュのほか焚き火などが含まれているので、本格サウナをじっくり堪能したい方におすすめ。一方マーでは電気ストーブを使用しているため火の調整は不要、サウナ初心者でも気軽に本格サウナが体験できます。今回荒木さんにはこちらのマータイプを体験してもらいます。さあ、ポンチョに着替えてサカツ初体験です。もうこの大自然の中で、こちらですね、すごい素敵。行ってきます。うわ、すごいいい香り。おー、サウナ最高に気持ちいいですね。温度が高すぎないのですごく心地よくて、窓の景色を眺めながらずっといられそうです。そしてちょっと私ロウリュ初体験なんですけど、やってみましょう。蒸気で一瞬にしてまたこの辺り温度が上がりますね。初めてのサカツを満喫した荒木さん、続いてサウナと合わせて利用できる天然温泉へ。お湯はかなりぬめりがあって、さらにしっかりまとわりつく感じで、かなりすべすべになりますね。あと温度もちょうどよくて、ずっと入っていられそうなちょうどいい暖かさです。馬場さん、はい、露天風呂とサウナすごく気持ちよかったです。ありがとうございます。あのサウナ、サカツ初体験だったんですけど、はいはい、本当に心地のいい温度ですね。はい、良、はい、かったです。で、ロウリュ、はい、よくテレビで見てたんですけども、はいはい、ちょっと自分でできて感動しました。初めて、はい、初ロウリュ。で、露天風呂も、もう泉質がかなりとろみがあって、びっくりしました。そうです、ね、はい。入った瞬間に、あれ、うん、っていう。まとわりつくような感覚が。そうですね。人によっては、化粧水の中に入っているとか。はい。気持ちのいいお風呂だと思います。はい。もうサウナも温泉もどちらも気持ちよくて、はい、ずっと痛いぐらいでした。ありがとうございます。成功うどくには、他にも近くの節素峡というエリアに、絶景が楽しめる湖上駅カフェがあるそうですよ。湖上駅カフェ、はい、ずっと気になってるんですけども、はい、ここからどうやって行ったらいいですか？はい、車と汽車に乗っていく方法があります、はい、汽車も姿勢が良さそうですね。そうですね、日本で唯一のアプト式機関車というのに乗車していくことも可能なので、はい、うん、私どもとしてはぜひ車だけじゃなくて、はい、汽車に乗って湖上駅まで、湖の上にある駅、そしてカフェにぜひ行っていただきたいですね。わかりました。じゃあおすすめの汽車で行かせていただきます。はいはいはい、ありがとうございます。ぜひ行ってきてください。はい、ありがとうございます。馬場さんと別れ、日本唯一のアプト式列車大井川鉄道井川線に乗り、カフェのある奥大井湖上駅を目指します。
そして着いたのはまるで湖に浮かんでるような不思議な駅。息を呑むほどの絶景が広がっています。着きました。そして五条ヶ池カフェ、こちらですね。すごい。早速カフェメニューを注文して店内のテラス席へ。五条駅カフェ、もうかなりにぎわっていて大盛況ですね。もう目の前がこのブルーの節足湖。私たち今この湖の上にいるんですが、もうものすごいロケーションです。その中でアイスコーヒーと川根さんオーガニック抹茶を使用したガトーショコラ、いただきます。いやもうこのロケーションものすごく贅沢ですよ。もう他には絶対ないと思います。2週にわたって須磨田郷の聖光ウドクビレッジの魅力をお伝えしてきました。今流行りのサカツや、あとはぬめりのある本当に気持ちのいい天然温泉など、本当に魅力がいっぱいでした。昔ながらのこの須磨田郷のいい場所と新しい感覚がマッチしていて、どの世代も楽しめると思います。ぜひ皆さんも聖光ウドクビレッジとその店舗楽しんでみてはいかがですか。聖光ウドクのお店はご紹介した3店舗を含めて全部で5店舗。どれも須磨田郷の魅力を存分に味わえるお店となっています。皆さんもぜひ訪れてみてください。